はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、何をやっていこうかというと、続きで撮ってるのか、伊勢鉄道完全制覇の旅、Day 2ですね。ちょっとね、本当は朝一からね、回ろうと思ってたし、どっかの動画でもね、多分これの、前に行ってると思います。気圧に乗ってね、その伊勢鉄道の方行きますよみたいな話をしてね、だったんですけどね、ちょっとね、始発が出る前、向かうまでに40分ぐらい時間があったんでね、ちょっと横になったらダウンでしたね。見事に、5時間ぐらい寝てるのか、がっつり寝てるじゃないかという、ね、ことになってましてね、取り急ぎね、伊勢鉄道の方向かっていきたいと思います。また微妙な時間やな、間に合わんな。ちょっと向こうで時間ができそうですけど、まあ今日はね、もう晴れてますしね、いろいろと水のこともできるでしょうから、変わらないからね、スタートしていきたいと思います。もうすでになんか、最初の電車間に合いそうにないんでね、あれですけど、なんか同じ無事間に舞いそうな感じになってますけど、今回は、ね、そこら辺しっかりとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。おっ、まあね、無駄にこのね、どれか身を飲んでるわけでございますよ。これがね、効くね。久しぶりに飲んだけど、あれ、こんなに糖分高かったっけって感じね。普段私、結構量を飲む人だから、余裕やろと思われがちなんですけど、皆さんお気づきでしょうかね。私ね、案外こういったね、糖分系のやつね、いかないんですよね。それはあまり得意ではないということでございますね。緑茶とか、ああいった感じのね、ノンシュガータイプのやつを飲むことが多くて、コーヒーもブラックの方が好きですしね。コーラとかもあんまり飲まれてないじゃないですか。だいたいあそこ行っても、マック行っても、飲むのっていうと、ミニッツメイドのオレンジが多いかな。ミニッツメイドか、オレンジか、ウーロン茶か、たまにスプライト。あ、寒いじゃない。ちょいちょいスプライトはいくかな。ぐらいですね。スプライトぐらいの甘さが一番いい甘さですね。また、山田さん的には。あとのやつはちょっと甘すぎるって感じで。まあ正直ね、どれか見もかなり甘い、ところであるんですけどね。ちょっとね、今はね、大人上で3月、今、中旬ですね。3月の中旬に、なぜドデカミンを飲んでいるのか、まあ、賢明な皆さんならもうご存知でしょう。何かとは言いませんけどね、なんかシールはどんどん溜まってきますね。うん、シールは溜まってきますね。何のシールかな、わかりませんけどね。なぜかせんけど、タイミングだとは思いますけど、なかなかスバルのシールに当たらないなというふうにね、思いながらね、飲み続けてるわけでございますね。頑張ってやっていきましょう。そう、気候はね、だいぶいい感じになってきたんですけどね、まあ、いかんせんね、花粉がね、今猛威を振るっておりますね。いや、きついな。さあ、着きましたね。河原駅、まあ、せっかくには河原駅の前にある時間貸しのね、スペースのところ、ここ前払い制らしいんでね、先にお金払っておこうと思います。値段ちょっと上がったんですよね。1日500円ってことなんでね、一瞬おっとも思いましたけど、まあでも四日市駅からだとあの辺り止めるのに700円か800円ぐらいはかかりますし、それにねプラスアルファ、往復の運賃が多分かさむき200円ぐらいはかかるはずなんで、往復400円ぐらいは取られますからね。ってことを考えるとね、やっぱこっちの方がお得だなってことなんでね、直接やってきました。じゃあね、とりあえず払ってこようと思います。珍しく全然喋ってないじゃないですか。まあそんな深い理由はないですね。花粉症でね、だいぶ頭、ボケーってしてきているのと、それに加えてあれですね、明け方まで2時間近くね、フリートークの動画を撮っておったんで、さして話すことがないということでございますね。まあ、早速買ってきましょう。よいしょ。問題発生でございます。
買おうと思ったんですけどね、あとでもう一回これ持っていこうか。券売機移しますけど、千円札非対応でね、500円なんですけど、お釣りが出ないんで、500円きっかしをね、用意しとかないといけないということなんでね、ちょっとすいません。お金払うためだからね、どうしような。コンビニかな？セブンがあったからセブンいるか。ちょうど目の前にセブンがありますから、ここにパッと買って、充当しましょう。結構月決め駐車場とかが多いですね。通勤しようとしたら悪くない位置ではあるのか。亀山方面からの電車も来ますしね、で四日市に出るってなると、ゆうでこっから四日市方面って積みますからね、道が。まあ電車の方が時間は読みやすいですよね。よし、ちょっと確保していきましょう。なんかめっちゃ久しぶりにセブンイレブンで現金払いをした気がする。そう、いや、あの自動のやつに変わってますもんね、今。まあ、あれ便利ですよね、トラブルも減るでしょうし、またらね、あれでトラブルが減ると思いきやね、意外とね、なかなかローでかいな方はあれでもう文句、とか結構出るらしいですよね、聞いたことある話ではね、いや、釣り線間違っとったみたいなこととかが、わって言うんやけど、まあ基本的にそのよくあるんですよ。その機械だとその釣り線が間違っとっても分からんやないかとかっていうね、ことをね言う人いるんですけど、ちょうどね、私が接客業をやってた頃に、転換期だったんですよね。スーパーマーケットとかでもその手でやるレジとそれのやつが、ちょうどどっちの方がいいのみたいになっとった時期で、まあぶっちゃけ全然釣り線の濃さは、完全に釣り線機になっているところだと、まあ10日で数円出る程度ですね。普通のレジだったら、まあ数百円は絶対出てくるっていう、毎日ね、毎日数百円は、まあどんなにやっとっても大体出るよっていうことなんで、もっと考えるとね、やっぱし全然釣り線機でやった方が全然正確性は違うよっていうところがねあるんですけどね、それでもねやはりっていう言う人はね言うみたいでね、それだといやね問題が起こって、あのほら違ったやないけどするみたいなことをわーわー言ってくる人は結構、ね、そういうトラブルもあるらしいですけどね、大抵その言ってきた人の方がうんっていうケースが多いらしいですけど、せっかくなんでおにぎりチャレンジ1本取っとこうと思います。今ね1本取り損ねたんでね、よいしょ、録画ボタン押し忘れとった。この模様の一部始終も本編でも使ったろからも、よいしょ、まあ、こんな感じでデータ残しといてね、あとで合わせるんですけどね、こっちのやつとあれやとね、ちょっと合わせるの大変なんですよね。あのスマホ同士だと、タイムラインで連携、連動するんで、Google フォトに並べた時にね、一緒のグループでこうポンポンポンって分かれるんですけど、こいつだけはね、そのタイムラインに合わせれないというか、基本的に Google フォトの自動アップデート機能がついてないですからね、こっちの、ビデオカメラには。まあ、そりゃそうや、スマホじゃないんで。ですので、案外と再設定が大変だったりする。じゃあ、500円玉もできたし、それでね、安心して止めに行きましょう。あと、バックで入った方がいいね、ここ。
系だったらまあ別に展開はできるけどっていう感じで、横幅はあるんで大きい車でも前入りしなければ全然余裕できると思います。あ、ちなみに釣り線も出ないらしいんでね、必ずしっかりで用意するようにしましょう。まあ、どんな感じかはね、実際にちょっと釣り線見ながら話しましょうか。よし、じゃあ行ってみましょう。そう、これがね、自販機のやつなんですけど、こんな感じで釣り線用のね、あの1000円のがなくて釣り線も出ませんよっていうことなんで、必ずね小銭を用意しておいた方がいいですね。入れて発見タン、よし、お、出てきた。でこれが領収書代わりなのかな、駐車券ということで、これを置いといたらいいみたいですね。よし、映ってる、逆光で全然映ってねえか、こんな感じと、うんうん、24時間制なんですね。なるほど、まあ、59分なんでね、51分に電車が出てきちゃったらしいんでね。でこれをまあ、何でも置いとけば大丈夫というわけですね。